ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユウです。本日の動画は楽曲分析。名曲や話題曲を分析し、一歩進んだ音楽の楽しみ方を提案するという企画です。今回取り上げるのは、アイドルグループ欅坂46の改名前ラストとなる配信限定楽曲、誰がその鐘を鳴らすのかです。この曲、この動画を撮影している現時点ではミュージックビデオというのがないんですけれども、各種ストリーミングサービスから聴けるようになっておりますので、ぜひこの先の内容、楽曲を聴いた上でお楽しみください。パクユーチャンネルの名物企画となっている楽曲分析は、欅坂46のファーストシングル、サイレントマジョリティの魅力を熱く語った4年半前の1本の動画から始まっています。それ以降、欅坂46のシングル、表題曲のすべてを、ミュージックビデオが公開されたタイミングで分析してきました。欅坂関連の動画をまとめた再生リスト、新たに作ってみましたので、右上の情報ボタンからアクセスして、ぜひご覧ください。メディアや大衆の評価や意見に左右されない、その時その時僕が感じた、率直な感想っていうのが記録されています。今回の動画では、まずはじめに、誰がその鐘を鳴らすのか、この曲の音楽的な面白さを分析、解説し、後半では、欅坂ウォッチャーとして、欅坂の音楽のこれまでとこれからみたいなことも踏まえながらお話をしていきたいなと思います。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは音楽愛好家、音楽制作家の皆さんに向けて音楽に関する様々な動画をお届けしています。ぜひチャンネル登録のサポートよろしくお願いします。この楽曲で僕が面白いなって感じたポイントは3つです。まず1つ目。跳ねる A メロのメロディー。A メロ歌い出しの、もし地球上の片隅にっていうフレーズ。このフレーズの片隅にの部分ですね。ここのメロディーのリズムっていうのが跳ねてるんですよ。メロディーが跳ねるリズムを主張する楽曲っていうのは、欅坂に非常に少ない。実際にメンバーの歌唱にもリズムの取り方のばらつきっていうのがあって、こういったリズムの取り方に慣れてないのかなっていうところが見て取れます。2コーラス目の同じ部分は、一番高い山の上っていうような歌詞が載っていて、跳ねるリズムの裏拍のメロディーの音符がないので、人によっては、いや別にこのメロディーって跳ねてないんじゃないのっていう風に考えている人もいるかもしれませんが、僕はこの部分のメロディーっていうのは跳ねたかったメロディーだっていう風に捉えてます。それがちょっとこうルーズになっているっていう状態ですね。曲の出だしに印象的なこうハッとさせるようなギミックが取り入れられているっていうのは欅坂の楽曲の魅力の一つだと僕思っていて、今回の楽曲に関してはメンバーの小林由依さんのセリフから、その流れから跳ねるメロディーっていうところで、リスナーの耳を、こっちに向けさせるっていうような、いいアクセントになってるんじゃないかなっていうふうに感じました。二つ目、夏を感じるリズム。この曲、ソカのリズムがベースになってるっていうふうに僕は感じました。ズッカ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 っていうようなリズムですね。湘南の風とか、ミンミさんとか、その辺を思い浮かべていただけると分かりやすいと思います。アイドルポップス、そして、欅坂の楽曲のイメージに合うように、セクションごとに調整されている部分はたくさんあるんですけれども、根底に流れているのは南国のリズムだと。この楽曲が本来どのタイミングでリリースされるはずの楽曲だったのかっていうのはちょっとわかんないんですけれども、夏曲として愛される要素っていうのをしっかり兼ね備えているなっていうふうに思います。そして、一つ目のポイントで、解説したメロディーのリズムっていうのは、この根底に流れるソカのリズムを取ったものなんですね。ツッカ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 っていうところに、もし地球上の片隅に、片隅に、ツッカ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 、片隅に、一拍を16音符で4つに分けて、タカ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 っていう、リズムの中の16音符1拍目と4拍目を強調するような、タカ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 ツッカ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 っていうようなリズムの取り方です。3つ目。グループの物語とリンクする歌詞。僕、この曲の歌詞とそこに込められているメッセージ、すごくいいなっていうふうに思いました。離脱者が相次ぎ、なかなか新しい楽曲をリリースすることができなかった。そんなグループの活動停滞に対しての、様々な声。まあ、あることないことをみんな好き勝手言うわけですね。で、それに対して黙ってろ
っていう痛烈なメッセージ、アンサー。これは、欅坂っていうグループの物語を飛び出して、日常の、いろいろな物事に、対して言えること、いろんな状況に当てはまるものだっていうふうに僕は考えていて、サイレントマジョリティの黙ってないで声を上げろと、そういうメッセージ。そしてその後にも自己主張の大切さっていうのを歌ってきた欅坂が最後の最後に人の話も聞けと、誰のために何のために声を上げるのか考えましょうねっていうメッセージを発信している。僕はこれは矛盾だとは思わなくて、一つ先のステップへリスナーの思考を引き上げるようなメッセージっていうふうに思ってます。大事なのはバランスだよねっていうことですよね。中二病をこうずっとこじらせてた、時代との決別というふうにも取れるかもしれません。これ以上ないいい着地点だなっていうふうに僕は思いました。今回の楽曲、欅坂の音楽のクオリティのアベレージっていうのをしっかりと超えてきた。先ほども言ったように、活動がぐちゃぐちゃになってる中で、これ以上ない着地のさせ方ができた。曲なんじゃないかなっていう風に思います。音にも言葉にも気合がすごく入ってるっていう風に感じました。頭で考えるとそうなんです。でも正直これまでの楽曲に感じていたワクワクとか興奮っていうのをあまり感じることができなかった。それはなぜなのかっていうのをちょっと真剣に考えてみました。まあ、例えば、主要メンバーの離脱、1年半というブランク、コロナ禍での配信限定のリリース、ラストシングルっていう位置づけ、まあ、様々な要因っていうのがノイズとなって、今までのようにスッとこう楽曲を受け入れる流れ、体制っていうのは作れなかったっていうのはもちろん大きいと思います。でもそれ以外に作品の内容にも2つの大きな要因があると僕は考えてます。まず一つ目が MV がないこと。今後どうなるかってのは分かりませんが、少なくとも音源がリリースされた時点で MV ってものはないと。欅坂のシングルっていうのは年々映像作品としてのクオリティっていうところへの比重っていうのが高くなっていて、ダンスパフォーマンスビデオではなく、一つのドラマとか演劇のようなミュージックビデオを作るようになっていた。 MV 制作、そしてその公開に作品のピークっていうのが設定されていて、そこで確立した世界観をもとに、歌番組とかライブでパフォーマンスをしていくと。そのピークだったミュージックビデオっていうのは今回ないので、見方がわからないし、見せ方もふわふわしてる、そういう風に僕は感じてしまいました。そして二つ目の要因がセンターの不在。今回の作品には、センターポジションがないっていうことが言われています。ダンスパフォーマンスにも、歌割りにもセンターという概念がないと。欅坂というグループを語る上で、平手友梨奈さんのことに触れないっていうのはなかなか難しいんですけども、ここからのお話っていうのは平手派、反平手派みたいなこうつまらない対立構造の話ではありません。僕はセンターポジション、まあ、つまり主役をはっきりさせるっていう見せ方は、見てる僕らにとっても、演じてるメンバーにとってもすごく優しい表現方法だっていう風に思っていて、簡単に言ってしまえば今ここ見るんですよっていうのを親切に教えてくれる、そういうスタイルなんですよね。センターとの対比によって他のメンバーの役割っていうのもすごく見えやすくなるし、見せたくない部分っていうのを隠すこともできると。でも今回センターポジションっていうものをなくしたことで全員に光を当てることができる反面、どこを見ればどこを聞けばいいのかっていうのがちょっとわかんなくなっちゃった。また今まで隠せていたグループの弱点とかあらみたいなものがさらされてしまった。僕はこの曲、これまでにパフォーマンスが初めて披露された、配信のライブから歌番組のパフォーマンス何度か見てきたんですけれども、バラバラでぐちゃぐちゃだなっていう風に感じたんですよ。だからみんなすげえ必死で頑張ってるけどバラバラぐちゃぐちゃしてるみたいな。まあ、そもそも欅坂が、ダンススキルがベラボーに高いグループだっていう風には思ってなかったんですけども、まあ今までのイメージにないぐらいバラバラだったんですね。もっとなんかこう一丸となって、一体感があって、揃っててみたいなイメージがあったんですよ。まあ今回の振り付けっていうのはあえてこうバラバラ、それぞれが各々に違う動きをしてみたいなことをやってるんだと思うんですけども、にしてもバラバラぐちゃぐちゃっていう印象をすごく受けたんですね。それって全員に光が当たってるから、全員に光を当てようとしてるからなんじゃないか
今までセンターの平手さんを中心に作っていたパフォーマンス、切り取っていた画角では見えてなかったものが顕在化してしまったと。これは歌、まあ音源からも感じたことで、歌力がすごく弱いなっていうふうに感じたんですね。メッセージの力強さに対して歌の力強さっていうのが伴ってない。これは、上手い下手のこう技術の話ではなくて、魂が入ってないとか人格が宿ってないとかそういう感じです。原因ははっきりしてるっていうふうに僕は考えていて、自分の歌が誰かに届いた、そして誰かの心を動かしたっていう実感を持ててるメンバーがすごく少ないんだと思うんですよ。自信がない、歌に前向きな気持ちで取り組めてる人がすごく少ない。だって大体が口パクだし、歌ちゃんと歌えるような振り付けの曲って少ないし、ライブは結成当初から、まあ、ほとんどがアリーナとかドームクラスの大きな会場で歌がまともに歌える、歌を聴かせる環境なんて用意されてない。欅坂って所属してるだけで歌に自信がつく、歌うことが楽しくなるみたいなグループじゃないんですよね。今までは、音源でも平手さんをはじめ、特定の誰かを立たせる部分っていうのがあったと、思います。平手さんの主人公感と、映像の見せ方で、補っていた部分っていうのが、まあ、ここでも顕在化してしまったかなと。平手さんだって歌が上手いっていうタイプの人じゃないと思いますけど、まあ、魂とか人格が宿ったテイクっていうのは作れてたと思うんですよ。こうライブパフォーマンスでの口パクに関しては僕全くネガティブな考えはないんですけども、魂とか人格が宿った音源を作れないっていうのはそれは問題だよねっていうふうに思います。やっぱ良くないよねって、いいって感じないよねっていうことですよね。これは乃木坂にも共通する問題だなっていうふうに感じていて、完全に環境の問題だと思います。AKB グループの歌には上手い下手ってのも置いといて、魂とか人格とかっていうのは最低限宿ってるかなっていうふうに思います。それは歌に真正面からぶつかるっていう環境とか文化っていうのがある程度あるからです。いかがでしたでしょうか。僕はこの欅坂の解明っていうのはものすごくポジティブに捉えていて、っていうかもうそれ以外に今の状況を打破する方法ってなんかあるって、最善の一手じゃないっていうふうに思ってます。今回の楽曲に関しても、何度も言うように、もうこれ以上ない着地のさせ方、幕の引き方だなっていうふうに僕は感じてます。欅坂っていうグループが聞きどころ、見どころのある作品っていうのを作ってきた事実っていうのは消えないし、まあそれは秋元さんがプロデュースしている、他のアイドルグループには見られない個性だったと思います。だからこそこれだけいろんな人を巻き込んで盛り上がったわけです。個人的には欅坂のそういった個性を何坂になっても引き継いで、聞きどころ、見どころのある作品を一つでも多くリリースしてほしいなって、そういう風に願うだけです。ですが、まあ、正直あんまり期待はできないかな、悲観的にならざるを得ないかなっていう風にも思ってます。アイドルグループとして、ファンの皆さんを満足させる活動っていうのを取り戻すことができたとしても、それ以上のものっていうのを提示することができるエネルギーが、チームに残ってるのかなっていうのを考えると、まあ、なかなか難しいんじゃないかなっていうのが今の僕の気持ちです。まあ、何にせよ待つしかないかなっていう感じですよね。僕は、まあ、いわゆるファンの皆さんとは、違う捉え方、楽しみ方をしてきたと思いますが、欅坂に関しては他のグループ以上にすごく愛着がありますし、今度やるドキュメンタリー映画っていうのもちょっと見に行ってみようかなっていうふうに思ってます。基本的に若い女の子がなんか泣いたりわめいたりみたいな苦しんだりみたいなの見るの嫌なので、こういうドキュメンタリー系の、作品っていうのは、全部スルーしてきたんですけれども、まあ何が起こってたのか、それをどういう風に映画にして見せるのかっていうのはやっぱ気になるので、見に行ってみようかなと思います。で、感想動画なんか、また作ってみようかなと思いますので、まあ僕が何を感じたのか、何を言うのかっていうところに、興味がある方は、ぜひご覧いただけると嬉しいです。ということで、欅坂最後の楽曲分析いかがでしたでしょうか。この楽曲分析っていう企画はあくまでもなるべくフラットな目線で音楽的な要素について語るっていう、内容のものなんですけれども、まあ最後ぐらいね、いろいろ言ったっていいじゃないか
ていうことで、まあ個人的に今感じていること、思ったことっていうのを、素直に、記録に残してみました。皆さんはどう思いますでしょうか？コメントでいろいろ聞かせていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価、シェアよろしくお願いします。ありがとうございました。また明日。